こんにちは。今回はですね、高級石焼き芋さんという YouTube チャンネルを私はずっとベンチマークしてたんですけどもね、かなり根性があるアカウントでございます。この度ですね、1000本の動画がアップロード完了しますということなんで、私の方に連絡をいただきました。今1005本で、次の目標が2000本だそうです。そうですね、これね、2ヶ月半か3ヶ月ぐらいじゃないですかね。毎日ね、更新どんどん上がってきて、しかもすごい数上がってるんですよ。でその中ではやっぱりね、再生数がドーンと突き抜けたのも結構ありまして、あれなんでだろうと思って、私もクリックするぐらいだったんですよね。ほとんどの動画は私はクリックしなかったんですけども、でもあ、これは気になるなと思ってクリックしたのはやっぱりね、何個かありますね。これがまさに顧客心理だと思います。視聴者心理、やっぱりタイトルなのか画像なのか分かりません、サムネイルなのか分かりませんけども、気になってねクリックするのがたまに出てくるんですよ。あとは高級石焼き芋さん自身がですね、ご自身がですね、あ、これ結構クリック率高いなと思ったら、それは何なんだろうと、どこに意識を込めたんだろう、いや意識を込めてないけども、視聴者さんは何かね、ことぜんに触れてクリックしたんだろうなっていうふうに考えていくのが、これからの発展になると思いますね。はい、じゃあお便り読みながら今回のね、総評させていただきます。お久しぶりです。以前ご連絡の通り、本日で YouTube に1005本の動画をアップすることができました。おめでとうございます。記念すべき1000本目の動画もお送りしますということなんで、この1000本目の動画はですね、この動画を作る高級石焼き芋さんが動画を作るきっかけになった私の動画のウグイスパンっていうのがあるんですよ。そのウグイスパンの動画をまあスタートにして作っていただいたのかなと思ったら、今回ですね、高級石焼き芋さんご自身がウグイスパンの動画を撮ってくれましたね。じゃあこちらのリンクの方は動画説明欄につけておきますので、ぜひねクリックしてみてください。で、文章続きます。1000本ほどこなしてくると、ネタの見つけ方や動画の撮り方など少しずつコツをつかめて上達してきた感じもしています。そうでしょ、やっぱりね、1000とか2000っていう単位でやると分かってくるんですよ。100とか200じゃ分かりません。私たちはね、そんなにね、もう100とか200で何かを見つけれるようなね、そんなね、凡人ですから頭脳持ってないんですよ。1000本単位でやっと1個か2個分かっていく、いわゆる1000密ってやつですね。1000個中3つぐらいが拾えるものが出てくるってことなんですよ。で、続きです。ご報告用の動画の撮影も撮影したのですが、あまりにもひどいものになりました。前回塾長に酷評されたものよりもひどいものです。どれくらいひどいかと言いますと、自分で見ていて怖いほどでしたという苦笑いがありますね。なので今回は文章で報告させていただくことにしました。もっと早くご報告する予定だったのですが、遅くなってしまいました。まあでもね、良かったです。本当にありがとうございます。自分の撮影するのと自分以外のものを撮影するのでは全然違いますね。毎日塾長の動画を拝見させていただいております。少しずつですが、動画から塾長のマインドを学ばせていただいています。大事ですよこれが。見れば見るほど塾長の大きさの前にただ佇むばかりです。これからも塾長の背中を追いかけ続ける日々が続くようです。どんどん追いついてきてくださいね。なお今の職場は7月31日をもって正式に退職になりますので、私からの問い合わせの内容や塾長の回答動画などは、速稼塾の皆さんになら実名あるいは YouTube 名で公開していただくのは大丈夫ですということなんで、この動画を塾生さん限定でお届けしております。はい、で深草さんの動画はとても刺激になっています。あ、これマイアミの、ね、深草さんですね。私も英会話の学習を始めたり、以前買っていた FX の本を読み始めました。素晴らしいですね。誰かのアクションが誰かのポジティブなアクションにつながっていくってことですよね。これだけでもすごいんですよ。大抵の人はですね、何か誰かが何かをやると、それに対して妬んだり攻撃したりするんですよ。全く意味がないですよね。妬んだり攻撃する暇があったら自分を磨けってことなんですけども、今回この高級石焼き芋さんはですね、人のアクションを見て自分の心に火がついて自分もやらなくちゃって思ったんですよね。これがね、大きな違いなんですよ。人を妬むのか、いや人の行動を自分の励ましに変えるのかね、これ全く違う人生が開けてくると思いませんか。はい、で映画での動画も一つ撮ってみました。これもかなりひどい出来でした。近々公開予定です。楽しみにしてますね。私はまだ社会に出て働くことはできませんが、動画の撮影は毎日楽しくやっています。私がついてますんでね、大丈夫です。はい、自分にできる凡事を徹底してやっていくしかありません。その通りです。オリジナリティが大事なんですよ。自分にしかできないことを凡事徹底していってください。誰にでもできることも確かにそうなんですけども、代わりが利くことをやっていてはやっぱりね、どっかで行き詰まってしまうんですよ。自分にしかできない、自分自身、この高級石焼き芋さんは世界にね、75億人以上の人が生きていても1人しかいないんですよ。代わりが利かないんですよ。だから高級石焼き芋さんの
感性で独特なユニークな視点で、もしくは変な視点でね、これが大事ですよ、変な視点でお送りし続けていただきたいと思います。そのためには世の中で流行ってるからやるっていう発想から抜けて、自分が心を突き動かされてるからやるっていう風なね視点がよろしいかと思います。はい、自分にできる凡事を徹底ですね。私には動画撮影しか選択肢がなかったことは悩まなくてよかった点かもしれません。そうですね、私と同じですね。一点突破はこの YouTube で知っていきましょう。でアカウントがもしねバンされて潰されてもまた YouTube やってください。そして1000本2000本目指してください。もうね、叩かれても同じ道をずっと行くんですよ。そうするとですね、自分だけが立っているっていうことになります。多くの方はねこの競争に勝てないんですよ。自分の本当に記録を更新し続ける、もうこれのね本当なんか自己競争に勝てないんですよね。高級石焼き芋さんはね、よかったと思います。次の報告は2000本目です。それまでにもまたご相談連絡させていただきます。よろしくお願いします。改めてここからですね、本当の意味でね、同じステージに立つライバルであり切磋琢磨していける仲間なんだと思います。これからも頑張っていただいて、 YouTube の方ね、私がクリックしちゃいたくなるようなね、そんなねタイトルとかサムネイルつけてみてほしいと思います。今のペースでねどんどん続けていけばいいと思いますよ。動画もですね本当に面白くなってきたのは、最初この動画がね5本10本の時はなんだこりゃってやっぱ思うんですよ、多くの方。でもねこのなんだこりゃを突き詰めていくと、なんでいつもこんな動画ばかり送ってくるのかな、ポチってなるんですよ。そしてその独特ななんでこの動画はが高級石焼き芋さんの個性になるんですよね。他の方はね動画編集したり音楽つけたりとかね効果音つけたりとかカッコつけていく、まあ、それもいいんですけども、演出で似通っていくんですよ。だからこのね逆発想をやっていけると思いますよ。では本日はメッセージ以上です。大変嬉しいメッセージでした。ありがとうございます。それではね、この動画を見た高級石焼き芋さん以外の速稼塾の会員さんはぜひね動画説明欄からいろいろクリックしてみてください。では失礼します。